富山労災病院泌尿器科新倉です。今回は尿路結石症の治療についてお話しします。まず尿路についてお話しします。尿は腎臓で作られ、細い尿管を通って膀胱にたまり、尿道を通って排出されます。腎臓と尿管を上部尿路といい、膀胱と尿道を下部尿路といいます。尿路に結石が発生する病気を尿路結石症といいます。尿路結石は腎臓や尿管にできる上部尿路結石がほとんどと言われます。尿路結石の典型的な症状は痛みと血尿で、左右腰背部痛、左右側腹部痛、左右下腹部痛など救急車で来院される患者さんも多くおられます。尿路結石症の治療は小さな結石で自然排斥が期待できそうであれば保存的治療といって自然排斥を期待します。自然排斥が難しそうであればお腹を切るわけではありませんが外科的治療を行います。一般的には10ミリ以上の大きさの結石や1ヶ月以上自然排斥されない場合に外科的治療を行います。外科的治療の一つに体外衝撃波結石破砕術があります。この治療は体外より体に安全な衝撃波を結石に当てて破砕する方法です。特に麻酔も必要なく、衝撃波を発生させる治療台の上に横になっていただくだけの比較的簡単な治療法ですが、成功率は 80% ほどになります。また以下のような破砕困難なケースがあります。2センチ以上の腎尿管結石、レントゲンで見えない結石、骨盤内で骨に重なる結石、嵌頓結石といって長期間同部位にある結石、血液をサラサラにする薬を内服している方でその中止が困難な場合、鎮静が困難な場合などです。そのような結石に対して経尿道的尿路結石除去術という内視鏡的治療を積極的に行っています。この治療は細い内視鏡を尿道より尿管や腎臓へ挿入し、結石を確認しながらレーザーを用いて結石を細かく破砕除去する方法です。この治療は体外衝撃波での治療が困難な結石に対して対応が可能で、体外衝撃波での治療に比較し、より確実に、より早期に治療完結が可能といった利点があります。治療の実際になりますが、このような内視鏡を使用して結石を確認し、レーザーを内視鏡内に挿入し、結石を細かく破砕します。またこの内視鏡は細く、よりよく曲がりますので、腎臓内のあらゆる部位の結石に対応可能です。当科では体外衝撃波や内視鏡的治療により患者様のさまざまなニーズに対応し、すべての尿路結石の治療を行っています。